沖縄県総合運動公園は、沖縄県沖縄市と中上郡北中ぐすく村に位置する運動公園である。沖縄本島中部の太平洋側の中ぐすく湾を望み、近くに合わせ日形がある。日本陸上競技連盟第一志公認で、県内最大の陸上競技場を有する、スポーツゾーン、レクリエーションプール、キャンプ場を中心にした海浜ゾーン、自然観察の森、 展望台等の自然体験学習のできる森と水のゾーンの3つの目的別エリアに分かれる。1983年に米軍基地、合わせ通信施設の米空軍レーダー施設、合わせ通信補助施設基地部分が変換される。1987年に開催された解放国体開催を目的に整備され、1984年に先行してサッカー場、 テニス場、お麦コートが完成。1987年の国体直前までには体育館、プール、陸上競技場が完成した。2010年には平成22年度全国高等学校、総合体育大会の主会場となった。北側に位置する。南側に位置する。東側に位置する。公園内の使用量は施設によって 違うので、当公演の公式サイトを参照されたい。沖縄県総合運動公園の紹介。沖縄県総合運動公園の講演概要。沖縄県総合運動公園、ありがとうございます。